願いいたします。先ほど天皇の退位等に関する皇室典範特例法が成立いたしました。本法の重要性に鑑み、衆参両院の議長、副議長にご尽力をいただき、また各会派の皆様のご協力をいただき、静粛な環境の中で速やかに成立させていただいたことに対しまして、感謝を申し上げ、改めて敬意を表したいと思います。皇格天皇以来、実に200年ぶりに退位を実践するものであり、この問題が国家の基本、そして長い歴史、未来に関わる重要な課題であることを改めて実感をいたしました。政府としては、国会におけるご理論、そして委員会の付帯決議を尊重しながら、医療なきをしっかりと施行に向けて準備を進めてまいります。付帯決議についてなんですけれども、その安定的な皇位の継承に向けた方策や女性宮家の創設などの検討を求める決議もされました。それについて、皇族の減少についてお考えをお聞かせください。安定的な皇位の継承は非常に重要な課題であります。政府としては付帯決議を尊重して検討を進めてまいります。